熱量に高い。俺なんか普段動かないから。何探しよう。カエル。カエルが。そう、さっきあのドンタクシーを運行しようとしたらカエルがね。うん。あの後ろのトランク開けたら、うん、ここにあの生きたままカエルがおって、うん、怖かった。うん、怖いけど探しなの。それはどういう心理状態の？珍客が乗ってました。珍客が乗ってたね。うん、まあ気を取り直していきましょう。うん、名前は、はい、名前は、うん、うどんタクシードライバーのラムです。このうどんではって言った。このチャンネルではさぬきうどんを世界に広めようテーマに、日本一いや世界一を目指すご当地タクシーのうどんタクシーが配信しております。よし、はい、じゃあ行きましょう。前行き長かったけど行こう。カエルと次の今から行くうどん屋さんは関係ありません。はい、全然関係ありません。メニューにも出てきません。やばいよ、出てきたらなんか今日天気がいいけん少し眠たいですねはい、天候が涼しいしね。涼しいからさっきから何回か、いや、危ない。誰も持ってくれんよ。嘘です。目は開いとる。うん、ただあの踏む元気がなくて、さっきから40キロぐらいで走ってる40キロ、今50キロ大丈夫。ここそういうスピードやけん、はい、50キロやろ、うん、40だったらちょっと後ろの人からクレームが来るかもしれない。大丈夫、後ろゼロ。あ、後ろゼロ。ここはもしかして、はい、なんていうとこな、水戸よかな、高瀬町、水戸吉、うん、高瀬町です。コンピラの横ですね。はいです。今日はどんなところに行くんですか。今日は、うん、あの私が、うん、唯一のねまさかの LINE 交換をした唯一の対象のところに行きます、はいはい、行きます。ちょうど1年前ぐらいかな、 LINE 交換したのは、はい、その後やり取りはなしでこの間行ってもいいですか。はい、でも一回家族で行ったんですよ。あ、そうなんや。うん、したら誰かと思ったって言われた、うん、美味しかったですって言って、あのお邪魔しましたって LINE 送ったら、うん、誰かもこんなことを思って帰ってきてました。今日は何食べようかな。やつを、うん、ガッと行くか、うん、ちょっとメニュー見てから決めます。はいはいおった大将、おった、うん、こっち見よった、ピコってしちゃった。はい、ということで水戸吉高瀬町にあります森うどんさんにやってきました。はいはい、何がいいかな、おすすめ。ちょっと迷うんで、うん、もうちょっと中で迷おう。中で迷う。メニュー一緒やろ。ここにちょっとだけ見える大葉の天ぷらが食べたい。うん。天ざるんする？うん、食べれる？しよっかな。チェビさん天ぷら係、私うどん係。私大葉だけ食べたいもんダメ。なんで？あ、強めうどんにも大葉が乗っとるよ。お、ほんまや。それで行こう。決まった。今ね。忙しい大将。
相性悪いポチャリっていう T シャツ着とる。ポチャリっていう T シャツ着とる。ポチャリ。そうだね。俺のじゃん。ポチャリさん。ポチャリさん。ポチャリさん。ザルうどんと、ちくわ天半分でお願いします。はい、はい、ありがとうございます。美味しそう。じゃーん、美味しそう。天ぷらも揚げたてやもんね。はい、いただきます。今日はザルうどんとちくわの天ぷら半分を頼みました。じゃあ薬味さん、珍しく生姜入れるんですか。生姜を入れてみました。よし、では、じゃあ、あ、美味しそう。長なんか量多いね、生姜。うわ、うどんが生きとる。うどんが生きとる。名言です。逃げていく端から。じゃあいただきます。はい、ちょい漬け早い。うまっ。おいしい。超幸せそうや。めっちゃおいしいわ。どう、腰とかさ、麺の感じとか。食べたらわかる。美味しい、うん。あの、腰は強めです。強めさんだけに。うん、で、あの、麺自体もこうプニ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 してて歯ごたえがあります、うんうん、太さはそんなすごい太くはないと思います。確かにね、うん、だけどしっかり歯ごたえがあって美味しい麺です。あとザルの出汁がちょっと甘めかな、と思います。だけど、あの、ネギとか、あと、ごまの香ばしい感じが、だしにも合う。美味しい。クレンキや。クレンキのままちくわに行こうとした。じゃあ揚げたて、せっかく揚げたてなんで、あったかいうちに。うん、うん、たまらん。なんかお腹減っとる。お腹減っとる。うん、食べたい。すごい寄せるやん、自分に。あ、うん、めっちゃパリパリやね。うん、めっちゃパリパリ。ちくわはふわふわ。天ぷら自体に、あの、味は特にはないんで、だしにつけたりしてもいいかも。うん、ちょい漬け。あ、そうだ。ありがとうございます。
飲み放題、ここまで来るんですよ。だから最初の人に生で飲みたいって言ったらさ、別に言うのもいいんだけど、あとはもうみんな食べたいですか。うん、食べたい。あと二口ぐらい飲み行ってからにするわ。あと二口で終わってしまう。いや、ほな、あと一口で。あと二口で終わってしまうわ。でもそんなの麺めっちゃあるやん。まだ大丈夫や。残念ですけど。残念ですけど。吸い込まれた。麺の太さがちょうどいい件あれやね。うん、5本ぐらいやっぱいつもみたいにいけようね。飲める、飲めるおうどん。ねえ、あの、おかしい、美味しい。帰ってきた。帰ってきたね。無残な姿になって帰ってきた。ボロボロや、もうボロボロ食い散らかされた後で。薬味も全部入れれるし。はい。ちょっと残しとったのに。全部入れてやった。全部入れて全部食い散らかして帰ってきた。散らかしたことはないよ。綺麗に食べとるから。美味しかったです。美味しかったですね。うん、麺もすっごい腰とかじゃなくて、うん、腰は好きな、ちょうどいい腰の強さやった。はい。一緒です。もう食べられた時に元気なくなっとるやん。うん、もうやる気がなくなってます。やばいやん。あんだけ最初食べたやん。私食べても3分の1ぐらいです。いや、そんなことないです。ずるずるいきよって。うん。おう。おう。おう。って。言う間になくなってしまう。はい。まあ気を取り直して、はい、はい、お願いします。冷たいやつ、いつも冷たいやついただくんですけど、あの冷たい時のあの腰が好きで、うん、いつもちょっと今日あったかいの行こうかと一瞬思ったんですけど、やっぱりザルにしました。美味しかった。天ぷらも揚げたてで、うん、美味しかったです。ちょっとちょうど来た時にすごい団体のお客さんが入ってて、最初すごい忙しくなって、うん、バタバタそうでした、うん、もうみんなチューとかね、バイトの子もとかね、器がめっちゃ大きいの頼まれてて、しかもあの有名な YouTuber の方も一人ぐらいなんで、ぜひ皆さん。え？どこ？あれ？右から2番目。右から2番目。下です。上ですか？え？下やろ。下？もしかして。下？うん、そう、下側。三好さんや。ラモッチョ三好さんや。あの有名な YouTuber の方も来たので、ぜひ来てみてください。ごちそうさまでした。ここは一般店です。お支払いがレジやね。はい、この後ろ、はい、お支払いいきますか。です。はい、ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画いかがだったでしょうか。せーの、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。結局、薬局薬局効果大丈夫ですか。